はい、漫画マンです。今回紹介する漫画はだがしかし片山先生の作品です。連載期間は2014年から18年、週刊少年サンデーで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。だがしかしは駄菓子商会がメインのハートフルコメディ作品、全11巻、サンデーウェブリというアプリで全話無料で読めます。1話1話が短いので読みやすく、いろいろな駄菓子が出てきて楽しく、低カロリーで満足度大です。主要キャラは少年誌らしく、いろんなタイプの可愛い女の子とそれに振り回される男の子など、そんな振り回される主人公は田舎の駄菓子屋店主の息子で、名前は9つ、連載開始時が高1で最終話では高3です。多分漫画家を目指していてお店を継ぐ気はないんですが、駄菓子に関する知識はすごいという設定です。メインのヒロインは少しお姉さん風味&ミステリアスな社長令嬢の蛍さん。各キャラも魅力的ですし、全体的に平和で女性や子供も楽しめるギャグ満載です。さらに駄菓子もあまり出てこないハートフルな話もあるんですが、普段のギャグ話との対比もあってよりいい感じに思えるんです。ちなみに小学生ギリ中学生が楽しめるくらいのエッチ要素はあります。まあ個人的には興奮するという感じではなく微笑ましい感じですけどね。ところで片山先生の自作夜更かしの歌は中学生くらいが読者層のメインでしょうけど、今作は小学生くらいに感じますが、同じ作者から生み出されているのでキャラの雰囲気などかなり似てますし、年齢関係なく片方しか読んでいないけど好きだったなら残りの片方も読んだ方がいいです。ということで、夜更かしの歌のキャラたちが醸し出す空気が好きだった人、駄菓子が好きな人、お姉さんに翻弄されつつ好かれたい、そんな少年にもおすすめです。終わり方について、投稿した漫画でついに賞を取り、9つが駄菓子屋を継ぐ可能性も低くなり、蛍さんはこの町から去ろうとします。9つは別れを言おうとするんですが、蛍さんが自分たちのことを何気にちゃんと考えていることを知り、感極まって思いの丈をぶつけます。その後ちょっと説明しにくいんですけど、起こった出来事だけ言うと結婚すると言われます。そして最終話、結婚に対する返事の場面は描かれず、まだ学生ながら漫画家デビューした9つといつものメンバーの様子が描かれ、一人で店番をしているところに蛍さんがフラッとやってきて終わります。結婚という分かりやすいハッピーエンドではないですが、家族みたいな登場人物たちのわちゃわちゃがこれからも続いていくんだろうなと思わせてくれるほっこりした終わり方でしたし、そういったところも含めて良作でした。打足ですが、好きな駄菓子はかば焼きさん太郎です。ではまた。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。